今回のアンブレラは Welcome to Asashik Records. This is Rao Asabayashi. ハーゲとタトゥーと声量だけで着飾ってるラルを見てみろよ。マスター。赤目チョコ。大きなチョコ。ソニックブーン。Ladies and gentlemen, music enthusiasts and thrill seekers, welcome to the heart-pounding, adrenaline-filled opening event brought to you by Asashik Records, owned by Laru, the very first store which allows you to purchase music.I'm your host, Hastia Goddess, and today we are about to embark on a unique and exciting experience like never before. I know that most of you wouldn't understand a single word I'm saying, hence I'll be mixing a tiny bit of Japanese, so rest assured. Okay. So, before we dive into the exciting program, we appreciate your presence as it adds tremendous value to this gathering. 皆さんありがとうね。Also, not forgetting our gratitude to the sponsors too who have made today's event possible. A big thank you to A2Lab, BMC, Shanks Promotion, 1955, and Goodbye Company for their generous support. Sponsor さんもありがとうね! Now, I'll be passing the mic over to the owner of the Asashik Records, Daru Asabayashi. Please welcome with an applause.ダルさんお願いします。あ、こんにちは、朝林です。ちょっと緊張しててちょっと硬いんで、あの今日販売予定のジョイント朝じゃないよ、ちょっと吸ってチルしたいと思います。お前あ、やめろ、その、緊張してるえ。 YOWelcome to Asashik Records. This is Rao Asabayashi. Representing Asashik Records, you know. 最高。やべえ、上がる。エンジンかかりすぎました、すいません。いや、いいよ、やべえ、上がる。お集まりいただきありがとうございます。賞金総額4億2000万円の角刈りを捕まえろ。加えて開会式から閉会式まで豪華な内容となってますんで、ぜひ最後までご参加ください。ライブやん。まずは協賛いただいているグッバイサーカスから景気づけに大爆笑間違いなし、もう一度言います、大爆笑間違いなしの一組が来てくれているのでご覧ください。どうぞ。わあ、もうライブ行きたい。すっごい。おいっす、今日はここに来てくれてありがとうな。紹介が遅れた。インフィニティのキングスターダイヤモンドズだ。後ろの二人は、まあ、俺様を崇拝する女どもだ。俺様は真羅万象、何でも知っているマスター的存在。悩みや聞きたいことがあったら、何でも俺に言ってこい。全部解決してやるよ。確かに見たことあるぞ、このゲーム。ねえねえ、ズズ様。ああ、どうした？彼氏がなかなかできなくって困ってるんです。ああ。モテモテマスターのズズ様、どうすればいいですか？そんなことか。確かにお前は彼氏を探してるかもしんねえ。だけどそれはあの男がいい、この男がいいってお前自分自身で見定めてんじゃねえか。そんなんじゃダメだ。もっと自分を着飾って磨いて磨いて綺麗にして商品と化せ。見つけるんじゃない、見つけさせるんだ。レッツゴーマスター。おお、丸パクリじゃないかいこれ。あれなんか、この流れで、うん、この足の前提で見たことある。ナオクだろ、パチに見た。ナオクじゃないこれ。これで解決だな。ねえねえ、ズズ様。うん、どうした？仕事での上司のやり方に不満があるんです。ああ、でもまだまだ下っ端なので、どうにもできなくって。うん、ワーキングマスターのズズ様、どうすればいいですか？なんだそんなことか。確かに上司ってめちゃくちゃ腹立つ時あるよな。理不尽なことは言ってくるし、それ言うこと聞かなきゃいけねえのかよって。でもそこをあえて言うことを聞いてみよう。それでそれに従って気に入られんだ。で、上司はいずれ隙を見せる。そん時に攻撃だ。下克上ができるのは下にいる時だけだぜ。レッドマスター音楽がいいな。結構確かに。これで解決だな。ねえねえ、ズズ様。うん、どうした？私たち以外にもズズ様の素晴らしさをもっと知ってもらいたいっす。
あーよーし、それじゃあここにいる誰かを取り込みしてみせようか。そうだな、じゃあそこの赤い顔のお前わかるか、赤い顔のお前だ、頭も全部で、なんか巻いてるやついるだろ。聞こえるか、黒い服の人。そうだ、袖がない黒い、袖がない人、ワイルドやった。そうだそうだ、今手挙げてるお前だ、はいはい、ああ一旦ミュートダイブして、水サバお目が高いな。なんか聞きたいこととかあったら俺に聞いてみろ、全部返してやるよ。どうしたビビってんのか、無茶ぶりすぎるマジで、無茶ぶりすぎる。あー聞こえる聞こえる、はい行ってみろ、何でも質問してみろ。彼女を作りたいんですけど。なるほど、そんなことか。確かに彼女作りたいなって思うよな。でもそれってお前が女を見定めてんじゃねえかなって思うんだよ。でもそんなんじゃダメだ、もっと自分を磨いて男としての魅力を上げていくんだ、そして商品としての価値を上げるんだ。見つけるんじゃない、見つけさせるんだ。仕込みか。ねえねえ、ジズ様。ああどうした？最近大人の人に字が汚いって言われるんです。ああ。私も一生懸命練習しているのになかなか上手くならなくって。スタディマスターズズ様、どうすればいいですか？なんだそんなことか。確かに大人の人がうるせえよな、字が汚いとかもっと綺麗に書けとか。でもお前はそんなこと気にしたくていい、時代の最先端生きてんだろ。今はデジタル時代、書き込みとか携帯とかスマホ使えば全然十分だろ。昔の音楽みたいにレコードなんか古臭いの捨てて、サブスクを直で耳にぶち込め。どういうこと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 サブスクを耳にぶち込め。何でもいいや。文字の話とサブスクを耳にぶち込め。申し訳ねえ、俺も時間がねえんだ。これで最後の質問だ。何かあるか。ねえねえ、鈴様。うん、どうした。この町に来て数日なんですけど、人見知りすぎて何にもできなくって。なるほど。他の人はいろいろコミュニケーション取って、いろんなところに属して。枝豆も爆音すぎる。楽しそうにしてて、なんだか弱いのかなと思って心が折れそうです。コミュニケーションマスターのズズ様、どうすればいいですか？なんだそんなことか。確かにめちゃくちゃコミュニケーション高いやつとか見てると、あいついいなとかすげえ楽しそうだなって思うよな。でもそんなことはね、お前は一人で知名度上げてこのロスサントスっていう街に突っ立ってんだろ。それだけで強いじゃねえか。ハゲとタトゥーと声量だけで着飾ってるラルを見てみろよ。おっと、なんだ、お前も俺の崇拝者になりたくてこの横に来たのか。いいだろう、お前の名前なんて言うんだ。お前を俺の下にスキャッしてやるよ。お前なんかさ、お、なんだ、どうした？こいつは誰だ？あ、お前も俺、ちょっと待って、おい、ちょっと待ってくれ、おい、ちょっと待ってくれ、おい、これどういうことだ、おい、どこ連れてくんだよ、おい、やめろよ、おい、おい、あ、ズズ様、連れてかれるのもかっこいい、ズズ様素敵。すいません、すいません、お見苦しいところをお見せしました。喧嘩売る相手を間違えたようです。気を取り直して、自分の方から。角刈りを捕まえるのルール説明をさせていただきます。制限時間は30分、賞金の対象となる角刈りは全部で8名、それぞれに懸賞金がかかっており、捕まえた時点で賞金獲得です。それに加えて4名の外れ角刈りが似たような車で街中をドライブしています。ドライブしているだけの罪のない角刈りにアタックしてしまったら、まあ怒られて当然ですよね。
皆さん、マジで気をつけてください。角刈りを捕まえる方法は、まずアタックで車を止めていただき、走行不能で降りてきた角刈りを一発殴りながら大きな声で角刈り捕まえたと言ってください。ほぼ同着だったりとか、なんかちょっと分かりづらかった時は衛生審査とかはせず、完全に角刈りの判断で誰が一番早かったか決めて、その方が獲得になります。また先に殴った人がいるのにわざと殴ったりとか、余計な攻撃をした場合、その角刈りの判断でイベントテロ罪が適用される可能性あるんです。マジで？それでは本日逃げていただくメンバーを紹介します。ナンバーワン、Represent Pride of 角刈り、鉄を切りま、さすが角刈り、お前だ角刈りは。かっこいいぞ。ナンバー2、なんかかっこいいですわ。フランシスコ・マグナム、マグナム、ごめん、お角刈り代表だ。ナンバー3、タンクトップ竹森。あいつも角刈りだいね。よく街で見る。ナンバー4、うん、よっしゃパーティー。かっこいいな、かっこよ、かっこよ。え、これみどりさんいる。聞こえない。こちら今夜限りのゲスト角刈り、かくんどりさんです。かくんどり、こちらの5名はそれぞれ1人当たり5000万円の懸賞金がかかっております。1人捕まえるごとに5000万円、高い懸賞金がかかっております。続きまして、やつおまん、そして最後、こちらもゲスト角刈り、剣焦げ付き。なんでなんでなの、似合ってるけど。ほんで最後に、懸賞金1億円の角刈りを紹介します。1億、まあそれは当たり前にラル角刃やし、まあでも俺は社長なので優秀な運転手を雇いました。紹介しましょう、アドミギスハン。彼が運転する車を止めて俺を捕まえたら1億円です。よろしくお願いします。そしてお待ちかね、ハズレ角刈りの紹介です。今回は4人の友人がわざわざ角刈りにして駆けつけてくれました。ぜひでっけえ声援で迎えてあげてください。ナンバーワン、シャンクス。似合わない、似合わないね。ナンバー2、下なんだ、マクドナルド。そんままやないか。ナンバー3、アルフォートウェスカー。エクヨネシクだ。そして最後4人目、ナンバー4、バンダーマ。一番怖い、一番当たりたくない。先ほどもお伝えした通り、こちらのハズレ角刈りはドライブをしているだけです。間違ってアタックしてしまうのようご注意ください。皆様が無事に閉会式に出れることを心より祈っております。それでは参加者の皆様はスタッフの誘導に従い、スタート地点の9110に移動してください。9110です。さあ行くべか。9110、6歩は一度抜けて大丈夫です。じゃあ、何でも、我が輩が言った言葉に対して、おかちめんこって言ってくださいね。はい、いきます。明太子、おかちめんこ。もうちょっと早く。ヤギ、おかちめんこ。静岡、おかちめんこ。広島、おかじめんこ。岡山、おかじめんこ。奈良、おかじめんこ。うんこ、おかじめんこ。おかめちょうこ、おっきなちっぽ。おっきなちっぽ、はずやな。やばいっぽ、やばねえわ。ニュータイプ出てきた。おっきなちっぽだ。出ただろ、すげえ。おっきなちっぽだ。おっきなちっぽ、騙されたい。やばいよなこれ、騙されたい。角刈り討伐だい。Thank you so much for your patience and apologies for the wait. We are now starting the race and are counting down from 10. So buckle up and get ready. みんな待たせてごめんね。今から10からカウントダウンするよ。来るぞ。Ready? 10. 9. 行く。 8. 7. 6. 5.
4さあどっちから行くえ3脇尾に一旦ついていく1 0 let's go おっしゃ熊堀剣捕まえたぞナイスナイスめちゃくちゃいやこれうまいわ鉄道だこれどこどこ今どこ最後9024水没した俺船津の高速入って飛行場方面いたいたいた当たってる今レインボーブリッジ、はい、レインボーブリッジを飛行場方面絶対鉄砲逃げちゃうナイス逃がすな逃がすな逃がすな頑張ろう頑張ろうゴー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 レインボーブリッジもう一回町の方まで戻ってる町の方了解検討捕まえましたナイスデレカすぎレギオ方面レギオ方面こん中に入っていくのえぐいうわーやばいトラックやばいどこ行ったやばいどこ行った今どこにいるいやもう見失ったトラックにやらされた10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Finally the race is over. Please stop chasing the Kakugari. もうくっそーくっそー、はい、こんにちは。結果発表させていただきたいと思います。まず捕まった Kakugari が3名。やばくね3分の2最初すごっ、アクトプタケモリすごくない捕まえたのはマサラサトシさん、前来ていただけますかいますかね賞金5000万円獲得すごいすごい OK NEXT 焦げ付き剣捕まえたのはクマゴリラさんさあ今日3500万円獲得です。3500万円すごっ、アンブレラに手出したらこうやってね追いかけて、怖すぎ怖すぎ怖い怖いやばいずっと扱っちゃって怖すぎそして最後キャッツンサイレンジカゲツさん行ってくれお兄ちゃんお前マジでよすごいこちらも3500万円獲得ですおーいその賞金西野から出てからなありがとうございますクラムド音楽を流せるそれでは最後に締めで本日のスペシャルゲストマクドナルドさんのライブでお別れしましょうマジでおー楽しみだはい皆さんすごいすごい今日は私のブラザーのお店アソシックレコードのオープニングセレモニーの皆さん来てくれてありがとうございましたありがとうありがとうとっても楽しいね、ね、最後まで秋の企画でまた本当に楽しみにしてな起きたいようなこんな素晴らしいイベントな保険なよなはい楽しんだ君たちとまだまだ踊ってな騒いでそのままそのあ朝じゃないとかをすると楽しいまだ気持ちに私はなりたいと思ってますのでそのレコード屋さんで発売してくれるらしい私の客や皆さんと一緒に歌って準備はいいかみんなおーこれね体はほぐれたかなあそれどうやってやるんだよそれどうやってやるんだよダンスクラブ15ダンスクラブ15ダンスクラブクラブで食べるといいかもワンツーさあみんなで遊びましょうここは夢の機械の街初めて会った人とでも明日には笑いや変な街すごいいいな最高だいいないいじゃんいいじゃんたくさんの人がいるこの世界に迷い込んでしまった僕は友達ができるか不安だって僕はいつも一人だったんだハハハ
笑ってるえ。オープニングセレモニー来てくれてみんなありがとうな。もう。このお店の音楽はな、きっと君たちの力になる。さあみんなで歌って踊って騒ごうじゃないかな。ドス聞いてるんだろうな。ていうかもうギャングじゃなくていいの。すごい。花火だ。本当だ。いいね。夜にならないかいこれ。初めて会った人とでも明日には笑い合える街。みんな笑い合うためには今君たちの声が必要だ。その喉をカップだけな。さあみんなで遊びましょう。ここは君の中だし。皆さんありがとうございました。また開催するんでぜひ参加してください。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。最高。面白かったな。あ、ボス。あれボス。お疲れ様です。あ、ボスお疲れ様です。すごいですねボス。ソニックブームとか打ちそう。打てるぞ。打てるぞ。ソニックブーム出してください。ソニックブーム。ソニックブーム。すごいソニックブーム。ソニックブーム。ちゃんとソニックブームだよ。ソニックブーム。やばい、探さくる、探さくる。探さくる。さすがにないか。間違える、間違える。サマソン。すげえ。サマソン。すごい、ガチガチガエルだよ。すごいな。ガチガエルだ。ソニックブーム。やだな。嫌なタイプのガエルだこれ。弾で飛ばして落とすタイプの。ありがとうございました。え、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございました。めっちゃおもろかった。次は絶対捕まえる。ありがとうございます。